どうも、リーグの太郎です。トゥーです。お願いします。リーバイス LVC44 パート集、いや、来ましたね、ついに。もう進んでるんじゃないのっていう風にパート集で思うんです。シワとかもね、やっぱ出てきたんで、はい、この辺の今までのエイジングとか、なんで今洗うのかっていうところをね、ちょっと今回紹介しながら、ちょっと洗った後のビフォーアフターでね、ちょっと紹介していきたいなと思います。9月ぐらいからですか、履き始めたのは。9、10、11とかですかね。4ヶ月ぐらいは履きましたね。なるほど、うん。まあ、それまでもちょいちょい履いてたけど、ちょいちょい履いてましたけど、本格的に履き込んでからは4ヶ月。やっぱその辺ちょいちょい履いてた頃って、はい、なんか乗り落とししたとはいえ、なんか硬さみたいな、うん、パリッと感、スラックス感みたいなのはあったんですけど、うん、やっぱ2、3ヶ月入ったらちょっとデニムっぽくなってきたというか、この肌にまとわりついてくるようになったと、ね、なるほどね。自分の体に馴染んでからがデニムだと。こんなスラックスみたいな綺麗なシルエットのパンツから、あ、ちょっとデニムらしくなってきたな。なるほどね。いや、じゃあまずは早速ですが、はい、見ますか。あ、そうですね、ちょっと見ていただいてということで、はい、平置きで見ていきましょう。はい、というわけで、はい、こちら3ヶ月がっつり履かせていただいた LVC44 でございます。いや、なんかもう結構縦落ちするぞみたいな線が出てきてますよ。この辺ね、ちょっともううっすら、これは縦落ちなんですかね、ちょっと分かんないんですけど。いや、これは縦落ち候補ですね。ちょっと始まりつつあるし、やっぱりシワがすごいね。いや、いいね、これ。でも生地に張りがあるんで、もうどんどん出てくるというか、この辺とかですよね、うん。まあ、この辺はね、正味結構あってもいいかなって思うんですけど、うん、下がり毛が出すぎている。まあそんなもんよ、出すぎている問題、そんなもんよ。いや、これはもうスチーマー当てたりね、いろいろやってますから。あんまり好きじゃないんや、下がり毛は。まあ、ここがやっぱ強めに出てしまうと、そういうコーデ的な問題にも発展してしまうのかなと。なるほど、ちょっと思いまして、自分の思い描く色落ちを目指すなら、うん、この下がりヒゲは出すぎない方がいいと。そうですね、まあ LVC44 ちょっとかっこよく履きたいなっていうのもあるんで、はい、あんまりこう、あんまりにもね、ここばっかりっていうことになるのはちょっと嫌かなと思ったんで、あんまりシワがつかないように、あぐらとか書いた時に、あ、今シワ入ってるなと思ったら、こう、伸ばしてますね、クイッと。まあ、まあ表面はまあこの、まあこの上側のシワって感じですね。上側のシワ、まあ、けどまだシワは定着してきたものの、シワの上の色落ちみたいなのは見られないですね。うん、まだその辺はちょっとほんのりって感じですね。なるほど、この辺はちょっとまあ今後楽しみなところってところですね。はい、はい、はいはい、というわけで裏なんですけど、ちょっと、あ、お尻がね、前ここシワ入ってたんですけど、あ、V 血ね、懸命な治療により、あの、薄くなりました。スチーマーとか、あと座り方気をつけたら、ちょっとあの、治りました。このお尻側のブサイクなシワもちょっと消そうという。まあそうですね、ここに、まあ、シワはなくてもいいのかなとちょっと思ったんで。なるほど、まあ一応気をつけてという感じですね。で、まあ意外とこの気使ってたペンキステッチもまだまだ残ってるんで、うんうん、まあ、そこまで気使いすぎんでいいんかなっていう、うん、徐々に落ちていく感じで、まあ全然まだまだ寿命があるんで、うんうん、いいかなっていう感じですね。いいですね。まあ、座ってたらやっぱマッハなんで、はいはい、お尻っていうのはなかなかね、気をつけながらやったんですけど、まだまだいけそうですね。あら、膝裏、蜂の巣。ここはね、やっぱもう生地の特性としてすごいですね、うん、これは。これはもうバッキバキ、やっぱりよ。すいません、ちょっと、はい、自分の今業務連絡の LINE みたいなのが死ぬほど来てて、ちょっとそっちに聞い取られてて、あんまり脳動いてないです。読んでた、はい。まあね、まあ、ここはもう普通に蜂の巣が出てくるんで、まあ、その辺もちょっと後で言うんですけど、いや、これ楽しみやね。まあ、これでここもバキバキになりすぎないようにっていうのもあって、はい、今回あの選択に行ったかなっていうところもちょっとあるんですよね。まあこの生地感やと、ちょっと洗浄の、そうですね、なんていうか、自然じゃなさそうなバキり方しそうやなっていうところもやっぱド派手になってしまうかなとちょっと思ったんで。なるほど、全体的に整合性を取りたいなというところで。なるほどね、今回はね、いいですね、はい、やっぱ気抜いたら育ってしまうデニムやなと。ええやろがええやろがえ
はい、というわけで、いやーすごかったね。まあちょっと表面的なというか色落ちはやっぱり洗ってないので、うん、まあインディゴはすごい残ってるんですけど、まあ、ちょっと新境地じゃないですけど、はい、かっこよくエイジングをさせてみたいなと。なるほど、1本ぐらいいいバランス感を持ったデニムを1個作ろうみたいな、ね、なんで、まあ、そこまで厳密にスケジュールは考えてないんですけど、ちょっとこの辺で一発洗ったらどうなんでいいの、まあ一応なんていうか9月から履き込み開始までの間もさ、はい、ちょいちょい履いた上積みもあるから、ああそうですね、結構なんていうかな普通の半年分ぐらい履いたみたいな、ああまあそれはあると思うぐらいのはあるから、それでファーストウォッシュ結構いい感じなんじゃないですか。ちょっとねドキドキしますけども、うん、ちょっと手洗いするか洗濯機かみたいなちょっとあるんですけど、その辺ちょっとそれは俺もまだ分かってないんで楽しみですね。でちょっとそれもねまた本番までに考えながらね本番です。この時点でまだ決まってない、まだ決まってないです。どうしようかなと思って、はい、というわけでちょっとこちら映ってるかな、44ですね、ちょっとね洗っていきたいと思います。大丈夫かな、じゃあ行きます。うわー、おお、いやーデニムもねってつけ置き洗いするの久々ですね。うわー、でこの時にあんまりこう押し洗いしては良くないと色が落ちるらしいんで、あちょっとなんか後で重りとか重しとか乗せてこのまま5分から10分ちょっと放置したいと思います。はい、というわけでちょっと5分間つけたんでね、ちょっとね見ていこうと思いますけど、もう黄色いですね。おお、黄色いですね。だいぶ一回ね洗濯はしたんですけど、やっぱインディゴが結構残ってる感じですね。まだ昔にねデニム洗濯動画出して、あのこれ全部汚れやみたいな感じで言ったらめちゃくちゃに叩かれたんでね、あの発言にはちょっと気をつけていきたいんですけど、この黄色いのはインディゴらしいんで、はい、ちょっとね、まあ汚れもね、インディゴもちょっと落ちたかなというところで、これあと何回か水ですすいで、ちょっとね、干してから、またみんなに見ていただきたいと思います。はい、というわけで、あれ、俺より待ち望んでた。あの、44洗濯の方やってまいりました。おー。手洗い、ちょっと洗ってきて、はいはいはい、いろいろ変化があるというか、なんていうんですかね、ちょっとこう、思ってた感じではなかったんですけど、まあ1年ぶりの選択ですからね。ちょっと一回それ出してもいいですか、早速お願いします。ね、もう表向けてます、これ僕見てきました。おお、こちらなんですけど、あら色がね意外と残ってる。まだなんていうかね、はい、後ろはそんなですよ。そうなんですよ、なんかねパリッとして、はい、あシワとかはねもう綺麗に取れて、いやいやちょっと残ってるよ一瞬、まあそれふわっとね予定値みたいなのが残ってるんですけど、うん、なんかのりが溶けてなんかもう一回浸透したんかなみたいな、割と張りのある感じに、いや思った思った、今なってんなと思って、のり付けとかはしてないんですけど、はいはいはい、残ってたっぽいですね。一回ファーストウォッシュはしてたんですけど、なるほどね、っていうなんかなんていうんですか、あらおお、不思議な感覚がねいいやになりましたね今回。ちょっとね、まあ後でまた言われると思うんですけど、はい、毛羽感とかも出てきて、そうですね、なんかデニムっぽさみたいな、あ表情もね、もう前はカイハラって感じだったけど、カイハラ効果をデニムって感じになりましたね。メメターみたいな、カイハラって感じメメターじゃないですよ、カイハラカイハラって感じで、なんでちょっとこれズームで、はい、見ていきましょうか、見ましょうか、はいはい、というわけで、お平を気にすると結構このゴワッとしてきて、うわいい生地になってきたね、これはシワもね、定着してるんじゃないですかね。ちょっとこの辺とかね、やっぱ上がりひげうっすら出て、この辺もちょっとね、まあ、出てるっちゃ出てる、うわ、やっとデニムになってきたな。え、デニムじゃなかった、なんか貝原やったね。貝原とデニムはまた別なんいや、なんかこの、なんていうんですかね、スルッとしてたんで、あそうですね、ほんまになんか
アーペー製ぐらいの雰囲気やったんですけど、はいはいはい、まあ、いわゆるヴィンテージ調というのを目指してる思考のね、うん、ベクトルに、これはちょっとおもろいな、ポコッとしてきたよ、うん、いやいやおもろいやん LVC これと言いながらも、はい、まだちょっとヒゲとかは出てないのかな、そうですね、ところはありますね、やっぱりこう洗濯機じゃないんで、はいはい、この中で当たるとかもあんまりなかったんで、はいはいはい、こうほんまにそーっと洗ったんで、ほんまにちょっと汚れが落ちたなっていう感じやったんで、うんうん、そういうのはあんまり当たってはないですね、うんうんうん、いいな、ちょっとデニム風合い出てきましたね、これいいです。じゃあ裏面もいっちゃいますか。え、もうもっと楽しめや。あ、ここですね、これまずはこの裾のあたり着てるね、これってけど一応チェーンステッチよね、これチェーンステッチだと思います。まあけど乾燥機とかも使ってないし、あれなんかな、うん、斜めにブリってくれると思ったら意外とまっすぐブリでしたね。そうですね、これはまっすぐですね、いいじゃない、福太郎さんまっすぐな男ですからね、そうですから右でも左でもないですから、ちょっとそのワードはなんかおかしなってくる。ちょっとドス黒さ抜けたかなぐらい。あ、そうですね、色味多分今見るとあんま分かんないんですけど、多分比べたら結構変わってはきてると思います、うん、青みが出てきてるんちゃうかなという感じですね、うん、でちょっと毛羽立ちも、あ、毛羽立ちね、ちょっとだけね見えてきてるのよ、ほんまに前のこのめちゃくちゃソリッドな感じからはね、一点ちょっと風合いが出始めていますね。いや、いいじゃない、粒感とかもいいですね、ワクワクさせてくれるじゃない、おもろいよほんまにマジで、はい、はい、裏面なんですけど、あ、でもやっぱ蜂の巣は結構色落ちてましたね、思ってたより、うん、候補地が一番唯一出ようとしてるというでも過言ではないよ、うん、一旦リセットしててもよかったかもね、このまま一直線に行けたらここだけ進んでた、バキってたかもしれない、バキってた。で、ペンキステッチは、ペンキステッチはね意外とね、ここじゃなくてお尻が当たるのがこの辺なんで、はいはい、ここはあんま落ちひんかも、なるほどね、あの、あんまり気をつけて動かないように座ってるんですけど、はい、これはあのワイヤースワンズは入れてるの、もう入れてないです、あ、入れてないや、はい、あらら、綺麗にね、スマートにしたいんで、なるほど、はい、で、皮パッチもまだまだ、もうそうですね、もう濡らして乾かしただけなんで、ギンとしてますね、なんですね、まあ、ちょっとね、言ってもお尻がちょっとこう薄くなり始めているのかなっていうところで、あー、なるほど、なるほど、まあしょうがないと言えばしょうがないですけどね、家履きしてるんで、この辺はちょっとお尻がブカッとしてる、あ、そうですね、シルエットでもあるので、ここにちょっと折り目とかは出やすいかも、ここに折り目あったんですけど、洗ってちょっとだけ消えました、これはちょっと良かったです、うん、これはっていう感じですね、いいじゃん、それでまあ3ヶ月がっつり履いて、はい、押し洗いしたっていう感じでございます、いいね、はい、はい、こんな感じです、いやちょっと馴染んできた ね、 いいですね、うん、でもうちょっと履いたら早速元のシワが、いや、ほんまやで、入ったというような感じがありますけども、いい、ね、こことかでもピッと入ってますね、いいですね、この辺も多分、あ、入ってる入ってる、うん、いやし、福太郎さんが言うてはったそのノリ残ってんのかってぐらいビシッとしてるっていう、ほんまやで、のおかげでなんか結構いい巻きり方してくれそう、ほんまやな、いいですね、もう蜂の巣復活、あ、育ててる育ててる、蜂の巣復活です、ドーピングでも僕を育てるか、こうやって、あ、いいね、この洗濯した後の最初の屈伸、なんか着付けみたいなね、あ、これええわ、馴染む感覚、朝起きてストレッチするみたいな、そう、よく馴染むわこれは、しレンジャーもねいい感じですね、そうですね、やっぱエイジング早いですね、レンジャー、もう何もケアしてないんでこいつ、うん、バキバキっす、レンジャーがちょっとタフなおかげで、そうですね、合うな、やっぱなんか44のタフさもいい感じに引き出してくれてて、一応ね最高の相棒っていうことで買ってるんでね、最高シリーズ、最高シリーズなんでこれはいや楽しみですね、はい、というわけで、いやちょっとね好きですね、俺は結構好きよ、ありがとうございます、いやなんかいいバランスですね、いやなんか結構ネガティブイメージだったというか、評判めっちゃ悪いやんか、なんか福山さんが動画出すたびに、うん、なんか
貝原を殴りたいだけみたいな人が現れた。2回ワンツーぐらいして帰ってくる。ワンツーだよ。ワンツーぐらいしてみたいな、チクリとコメントチュッてして帰っていくみたいなのが、ほんまどのね、LVC 系 YouTuber の蝶のように刺してね、蜂のように去っていって、シュシュッて、このまま帰っていかれるから、なんかちょっとヒヤヒヤしてましたけど、いや、めちゃくちゃおもろいですよ、ほんまに、これは。福沢さんにはちょうどいい。いや、ほんまにちょうどええわ。なんか、あの、RP 生徒と、あの他の、なんですかね、レプリカ系ブランドのいいとこ取りみたいな、あ、彼ならこんな表現もできるんやと思う。舐めすぎやろ。いや、あの、ガチっていう記事しか、あ、まあね、想定してなかった。量産の良いというかね。うん、やっぱ505も良かったけど、リーバイスすごいなって思いました。いや、普通にかっこいい。いいです。うん、本当にすごい。あ、デニムのかっこよさっていうよりは、服としてのかっこよさもあって、そうですね。そうですね。うわ、ええわって思いましたね、これ。そうですね。いわゆるまあ、古着マニアからしたら、勝つかもしれんけど、うん。そうですね、それは。ハリモトかもしれんけど。ハリモト。なんか、楽しく履けそう。いや、もう楽しいやん。ほんまに端的に表現すると。なるほどね。確かに、最初、勝った時は、さっきも言ったけど、ちょっと怖かったけど。あ、ほんまですか。どんどん馴染んでくるよ、これは。いいですね。最初は鬼シルエット綺麗なみたいな、めちゃくちゃいいな。生地はでもやっぱちょっとこう味気ないかなって思ってたけど、全然そんなことないです。でもこれはもう俺最高にかっこよく仕上げますよ、これは。どん宣言します。おお、まあ、個人的になんですけど、今回ファーストウォッシュして、はい、あの3ヶ月4ヶ月がっつり履いて手押し洗いした感覚ですけど、うん、洗濯していった方がなんか良くなりそうやなって思いました。やりすぎよりは適度に洗った方がいい。バキってしまうんで、どうしても。あ、なるほどね。他のレプリカブランドとかやっぱ柔らかいじゃないですか、うんうん、でボコボコっとしてるんで蜂の巣がつきにくいんで、まあ、履き込んでくださいみたいなとこもあると思うんですけど、これやっぱ自動でというか勝手にあのバキっちゃうんで。なるほど、ね、適度にリセットしてあげて、でかつこうなんていうの、ノリ感、ソリッド感みたいな、うん、ノリが多いからすごいツルッとしてるように見えるかもしれないんで、洗いながらちょっとこうノリ落としながら、あの生地ほぐしながらみたいな、はいはい、やっていくとね、結構最後かっこよくなりそうな、それこそほんまにヴィンテージクロージング、ヴィンテージになりそうな気がします、僕は。おお、大きく出たね。まあ、あの後々なってなくても、まあ、今が良かったらいいんで。なるほど、いいね。今を生きた奴らがの証がヴィンテージやもんな。そうです、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 そういう感じで、はい、で、もうちょっと洗っていった方がいいかなって思ったんで、うん、まあ、今が、まあ、3月、4月の頭ぐらいなんで、はい、4、5、6と3月3ヶ月ぐらい履いてみようかな。お、まあ、その中でなんか、なんか飲み物こぼしたり、はい、汗かきまくったり、大雨に降られた時段階でちょっと洗おうかなと思います。6月ぐらいですね。順調にいけば3ヶ月やけどみたいな。そうですね、 2,3 ヶ月って感じです。なるほど、楽しみやね。いや、いいですね、このかっこいい。個人的にはやっぱこういう普通の白 T、ね、と合わせるだけでも結構ビシッと決まるっていうところは、うんうん、めちゃくちゃいい。風合いなさすぎずありすぎずはめっちゃ便利ですよね、はい。まあ、そんな感じで、はい、このチャンネルではデニムのエイジングとか、はい、ね、ラーメン食いにくいとか。いや、それまだやってない。あ、まだやってない。まだてかもうやり始めたばっかり。ラジオもやってます。そうですね、もう、はい、男のね、ファッションから男の生活まで、アラサーの悩みまでね、やってますので、幅広く紹介してるチャンネルなんで、はい、よかったら他の動画見ててください。お願いします。そんなことないね。ありがとうございました。